ナイターの第38回グランプリは今年は1億1000万円バトルの幕開けで、まずはトライアルファーストステージの第1戦第1弾第11レース。さあ雨が止んでまいりまして、風は緩やかな向かい風、絶好のプールコンディションとなってまいりました。123456、1号艇の浜田健吾、14回目のグランプリ、過去6優出、人気の中心です。2号艇の羽野直也、今年はオーシャンカップ SG 初優勝で2年連続グランプリ。3号艇土屋智則、今年はボートレースクラシック SG 初優勝を飾ってグランプリ初出場。4号艇引っ張るでしょうか、ブス島誠、7年連続10回目のグランプリ、過去6優出。5号艇中島康平、今回6度目のグランプリ、第25回大会の覇者。そして6号艇の宮垣幸太郎、今年のグランプリ最古さんのメンバー最多15回目の出場。さあ1、2、3がスローとなって4、5、6がダッシュとなって枠なりで3対3に分かれてまいりまして、進入体系固まってまいりました。第38回大会のトライアル初戦はさあ人気サイドか、それとも波乱の幕開けとなるのか、注目の第11レーストライアル。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり3対3の進入です。1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースから1号艇、ダッシュ勢から4号艇、5号艇もいいスタートですが、1マーク、逃げる1号艇の懐、まくり出してくる4号艇のブス島、さらに懐2号艇、3番、5番、6番ですが、バックスイッチャー踏ん張った。まずは1号艇、人気の浜根谷健吾、イン逃げ成功、早くも水が空いて、2番タラスに4号艇、5号艇、2号艇、4号、2固まって、あとは6号艇、最高峰に3号艇の土屋、なおスタートは正常でした。ランタンマーク、トップ1号艇の浜根谷抜け出した。2番タラスに突っ込んでくる2号艇の外、全速4号艇、4番、2番、やり合った。内から小回り、5号艇、中島康平、ここで2番手リード、レーサー2周目へと入ります。さあここで2番手には5号艇の中島康平、そして3番手ラスではわずかに4号艇のブス島マクトリード、2周目で出したマーク、トップ早くも抜け出した1号艇の浜根健吾、2番手ラスに5号艇の中島康平、3番手ラスではさばいてくる真ん中あって4号艇のブス島マクトが3番手、上位が1号艇、5号艇、4号艇の154、さあ今度は5号艇、4号艇下がっちまった、5号艇のうちから一気に4号艇のブス島伸びる、さあ4号艇、5号艇今度は2番手ラスになって第2ターンマーク、届いた4号艇のブス島コーナーを先取り、さあ仕返してくる5号艇ですが、ここは冷静にさばいたか、5号艇の中島康平2番手を取り返して、3番手4号艇まだ一定審査、最終周回へと入ります。さあ現在2番手は踏ん張った5号艇の中島ですが、直線コース伸びて4号艇のブス島マークと、最終周回から第1ターンマークは5号艇の中島回った内から、また全速で4号艇今度は握ってくるか、しのいだ5号艇の中島康平、上位変わらず1号艇、5号艇、4号艇の後方を水替えていって、6番、2番、3番の順になっています。さあトライアルファーストステージ大事な初戦は1号艇の浜根谷健吾、見事イン逃げ成功で14回目のグランプリ、まずはイン逃げ成功白星発進、そして2番手は5号艇の中島康平、第25回の賞金王が競り勝って踏ん張って、3番手4号艇の第10レース154、先頭1番ゴールイン、5番4番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、3番がゴールイン。